恥ずかしい、非常に恥ずかしいですが、何をやったかというとですね、英語で YouTube の動画を作って一本公開してしまいました。僕はですね、英文学科に通ってたわけでもないし、海外に留学した経験もないんですけれども、こんなんというかね、日本の話とか自分の身の回りの話をぜひこう世界に向かって動画で発信してみたいみたいな、このなんていうんですかね、高い志、意識高い系の思いを込めてですね、動画を一本作ってしまいました。自分でね、見直してもひどいもんですけれども、まあね、千里の道も一歩からと言いますから、やっちゃいました。かなり恥ずかしい内容ですけど、やっちゃいました。皆さんの身の回りにもし英語を喋る方とか海外の方がいたらですね、おすすめってわけじゃないけど、こんな人もいるよみたいな感じで紹介していただけたら嬉しいです。ちなみに英語の字幕もついてますし、もちろん私が喋ってる英語なんで、そんな難しい内容ではないので、日本語喋る皆さんもよかったらぜひご覧ください。この動画のコメント欄とですね、カードのところに入れておきますので、チェックしてみてください。バイバイ。